高橋ひかるハイウィーランウェーアフタートークジャッジマン高橋をお届けします知ってますかジャッジマン高橋ご存知ですか初めてですかじゃ説明しましょう今回ですねテーマを決めてその二択二種類ある中で私がどっちを選ぶかスパッと決めていきたいと思いますそれがジャッジマン高橋ですでは早速テーマを紹介しますこの二択わあお腹がペコペコどちらかしか食べれないとしたら 味がない。謎の物体をお腹いっぱい食べる。vs。大好物を一口だけ食べる。あ、これは <laughs>？なんだよ。謎の物体ってあれ？千と千尋であのお父さん食べてる？ぶよぶよのやつでもあれは美味しそうやな。なんかなんでなんですかね？千と千尋の食べ物って全部一緒に見える？千と千尋の食べ物を食べに行きたいな。頑思ってるすけど、<laughs> あれね。あの最初で冒頭で食べてるやつえー。でもさ。 一口も各々の,の,の一口でいいですかそれぞれの一口でダメ規定の一口あるスプーン一杯 <laughs> スプーン一杯あって大さじ一杯ですか小さじ一杯死んでまんわ <laughs> 小さじ一杯ですかティースプーン一杯 <laughs> どんどんちっちゃくなるじゃないですかえーどうしようえー大好物私なんだろうでも最近ね納豆かけご飯が好きだからうわ全然あかんやん <laughs> みんな考えたこういうことよジャッジマンタカーシ結構きついでしょはいうわーお腹ペコペコなんやろ時間帯決めよっか時間帯は朝昼朝食べたけど軽く軽食を朝コーヒーとまあトースト1枚ぐらい食べたけどお昼食べててません時間がなくて忙しかったです夜ご飯ですはいジャッジ 味がない謎の物体をお腹いっぱい食べる。そしてふりかけをかける。<laughs> 味好き OK。OK OK。ダメ。<laughs> 超意地悪やん。いやスプーン一杯小さじ一杯は食べる方がマシやって。絶対いや人間ってちょっと食べたら多分ねあお腹空くってああ食べれるって思ってしまうと思うんですよ。やったらこう謎がない物体をねお腹いっぱい食べる方がゼリーにしてほしいな。こうゼリー状にしてほしいな。 ウィダインゼリーみたいな感じで栄養機能え栄養が入ってるんやって私これでもありやわ味がないなその物体でもでものもう水みたいな感じで飲めばいいからさ大好物一口だけはさ辛くないだってだって小さじ1杯やできついないやでもどっちもきついわこれはみんな決めたかいちゃんと決めれんかったって人多そうやなこれみんなもねじゃあこれまたねジェジマン高橋やったりしたいと思うので 本編もぜひ楽しみにしててくださいいやこれきつアフタートークはこんな感じでゆるっとお届けしています以上高橋いかるでしたいやきつこれめっちゃルール厳ついでもそれくらい厳しい方がいいわ